エブロ川、エブロ川は、イベリア半島北東部を流れる河川。カタルーニャゴでは、エブラ川。全長は 930km であり、イベリア半島では、タホ川、テイジョ川に次いで2番目に長い河川である。流量は 426km、流域面積は 8093km であり。それぞれ、イベリア半島では、トゥエロ川、道路川に次いで2番目に、 大きな河川である。タフ川とドゥエロ川は、スペインとポルトガルを流れる国際河川であり、スペイン国内のみを流れる河川としては最も流量が多い。エブロ川本流の水源はカンタブリア州にある。カンタブリア州、カスティーリアイレオン州、ナバーラ州、アラゴン州、カタルーニア州の五自治州を流れた後にで地中海に注いでおり、支流はバスク州にも流れている。 エブロ川本流沿岸の主要都市には、ログローニョやサラゴサなどがあり、支流沿岸の主要都市には、ビトリアイコールガステイス、パンプローナ、リエイダなどがある。上流に向かって外来種である、シマウマ以外の生息域が広がっている。古代ギリシア人はこの河川を、ベータイータローと呼び、古代ローマ人は、ハイバー、イーベール、アイバースフラマンなどと呼んだ。ローマ人による名称が、 今日のエブロ川の語源である。イベリア半島やイベリア人という名称はこの河川より、後に名付けられた名称である。キリシア人がこの河川に対して、地元住民の名称を使用していたかどうかは定かでは、なく、イーベールやハイ,イバーという単語の意味も定かではない。現代バスク語でイーバーは、国または、水性湿地を意味し、イバイは、河川を意味するが、 これらのバスク語の単語がエブロ川の高原に関連する証は存在しない。エブロ川の水源はカンタブリア州にあり、この町の名称はラテン語のフォーンテスイベリスという単語に由来している。水源の近くには河川をせき止めて形成された巨大な人造湖であるがある。エブロ川上流部はカスティーリアイレオン州ブルゴス県の岩がちな峡谷を通って東に向かって流れる。 ラリオハ州やナバーラ州に達すると、北方のピレネー山脈や南方のイベリコ山系から区の支流を集め、石灰岩でできた幅の広い川谷を形成する。アラゴン州に入り、谷の幅が拡大して水量が増すと、エブロ川の流れは遅くなる。ピレネー山脈中央部やイベリコ山系から大きな支流を集めるが、特に山脈に積もった雪が溶ける季節である春季は、 大量の水がエブロ川に流れ込み、流域最大の都市であるサラゴサでは、かなりの水量となっている。サラゴサ市街地には、エブロ川に面して、ヌエストラセニョーラ、デルピラール聖堂が建っている。カタルーニア州に入るとエブロ川の谷は狭くなり、山地の存在によって蛇行することを強いられる。この地域には、メキネンサダム、リバロハダム、 フリッシュダムなど大規模なダムがいくつも建設されている。流路の最後の部分に近づくと南に向きを変え、壮大な峡谷の中を流れる。カルボを山地にある巨大な石灰室の崖の中を流れ、この峡谷はエブロ川の谷と地中海岸地域を分離している。峡谷を抜けるとトルトーサ付近で東に向きを変え、アンポスタでエブロデルタに入る。海に向かって突き出したエブロデルタを、 数十キロメートル流れた後、トルトオサミ先で地中海に注ぐ。カタルーニャ州タラゴナ県の川口部にはと呼ばれる三角州が形成されており、その面積は340キロメートル、地中海西部地域最大規模の湿地の一つを形成している。4世紀の港は現在のエブロ川川口からかなり内陸に遡った位置にあった。デルタは下流に向かって、 急速に拡大しているが、それは現在では、川口から数十キロメートル内陸にある、アンポスタの町がかて港町だったことで明らかである。デルタの丸みを帯びた形状は、エブロ川の流れによる土砂の堆積が、波の浸食による土砂の交代より多いことで、形成されている。先端部はと呼ばれている。今日のデルタでは、集約的農業が行われており、米、 特に柑橘類などの果物、野菜を栽培している。数多くのビーチ、湿地、塩沼があり、300種以上の鳥類の生息地となっている。1983年、スペイン政府は自然資源を保護するためにエブロデルタの大部分をエブロデルタに指定した。農業団体と保全団体によって建設された運河と灌え水路のネットワークはエブロデルタの生態系保護や 経済的資源の維持を支えている。カルスト地形の地質学的形成過程は、古代の海底で形成された大規模な石灰岩の岩盤の可用性、炭酸塩岩の層という景観を形作った。アラゴン地方にちなんで命名された鉱物のアラゴナイトは、エブロ川流域中央部に炭酸塩が豊富にあることを証明している。流域の大部分の土壌は元来痩せており、 石化室で、小石合子が多く、しばしば塩分濃度の高い内陸湖の存在で、塩分を有している。ラリオハ州やナバーラ州などの上中流部は、大西洋からも地中海からも遠い場所にあり、海風は周囲の産地によって隔てられるため、気候はだんだんと大陸性気候となる。夏季の極端な気温や乾燥した空気を特徴と、するため、夏季には乾燥して、 高温となり、乾燥性気候や半乾燥性気候の地域で見られる、火季に似通っている。半乾燥性のエブロ川流域内陸部の火季は乾燥し、年降水量は400から600ミリメートル、春季と秋季に最も降水量が多くなる半砂漠性気候である。植生はヤブに覆われる。火季は暑く、冬季は寒い。 乾燥した夏季は最高気温が摂氏35度以上となり、時折摂氏40度を超える。冬季は最低気温が氷点下となる。一部の地域では、植生は凝縮された霧によって生成された湿度に大きく依存する。月夜には地面に霜が降りることが多く、散発的に降雪もある。紀元前264年から、 紀元前241年の第一次方へに戦争後、エブロ川は北岸のローマ人領域と南岸のカルタゴ人領域を隔てる自然的境界として使用された。ローマはカルタゴのハンニバルがイベリア半島に影響力を増大させることを恐れ、エブロ川のかなり南にローマの保護領としてサグントゥムの町を形成した。ハンニバルはこの協定を ローマの攻撃的な姿勢であると分析し、ローマに対して第二次ポエニ戦争を起こした。スペイン最古の市東会修道院の一つであるは、エブロ川が子に位置する。この王立修道院は1202年に建設され、建物はオリジナルの状態で現存している。修道院はエブロ川と強く結びついており、スペインで電力生産のために建設された。 最初期の大規模水車を使用した。この修道院は、エブロ川の流れを建物内に取り入れ、水力によるセントラルヒーティングシステムを構築した。歴史的に、エブロ川の流域には、ナバラ王国やアラゴン王国が栄えた。16世紀には、全長1 1 6キロメートルのが建設された。 スペイン内戦中の1938年には内戦で最も激しかった戦いの一つであるエブロ、川の戦いが起こった。共和国軍は第一次戦に勝利したが、結局は反乱軍の勝利に終わり、共和国軍は目標としていたガンデーザの町に到達することができなかった。乾燥地帯を流れる割には水量が豊富だとされる。ピレネー山脈にある支流には、 多くのダムが建設され、スペイン全体の20%近くに達する水力発電所からの発電量は、主にバスク州やカタルーニャ州の工業地帯に供給される。オリーブは乾燥には強いものの寒さには比較的弱い植物であり、エブロ川中流域がオリーブ栽培の北限である。中流域よりも下流側では地中海式農業を行うことができる。 中流域では、牧草や天才などが生産され、ぶどうは、リオハワインに用いられる。帰還街地域では、穀物が栽培されている。エブロ川最下流部は、地中海性気候であり、夏季に乾燥する地域であるものの、エブロ川の豊富な水量を利用して、豊富な水を必要とする稲作が行われている場所も、存在する。特に、川口部の鳥市場三角州は、 商業的な稲作が行われている地域として知られている。アーネスト・ヘミングウェイの短編小説、白い像のような山並みは、エブロ川の谷を舞台としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。